はい、どうも、こじきんです。J316 節を振り返っていきたいと思います。さあ、金曜に一つのゲームが行われました。それがセレッソ VS 富山ということで、富山からするとちょっと落としちまったなぁ、みたいな感じはありますよね。まあ、先制は早かったでした。セットプレイに富山強くて、一方でセレッソはセットプレイに弱いと。っていうのがまさにもう形に出たゴールでしたね、今瀬。シュート打つタイミング、本当にあの瞬間ね、相手選手をこう体で押さえつけながら、で、こう、まあ足もね、こう浮かないように、ちょっとまあ寝かせるような形でシュートを打って、ボレー。はい。素晴らしいゴールでしたが、まあ44分 ?PK だったよね、これね。あれね、岡からするとやっぱちょっと、そりゃ、納得できねえぜって感じだよな。俺もそう思うよ。だってね、止めて、その残り足みたいなのに相手選手が引っかかったでしょ。それでね、PK 取られちゃう、もう。なんですのって感じですね。まあ、これもサッカーの一つの面白いところかもしれません。うん、これで流れが変わっちゃったりするわけだな。ね、まあ、ちょっと昔は面白くはないけど。で、山内がね、PK、あれ、真ん中にズドンと決めまして。そして78分ね、あれパス出した西村選手かな?わかんない。誰だったか忘れちゃったけど、スルーパス見事なもんで抜け出した前田がそのままね、キーパーまでかわして、ゴールということで。富山としてはかなりストレスの溜まるゲームでしたね。まあセレッソとしては本当に価値のある、もうスーパードでかい勝利でしたね。富山相手にこうやって逆転勝ちできるのはかなり、なんかチームとしてね、自信がこれからついていけたらいいんですけれども。まあただどうしてもやっぱ他の J3 のチームとね、その経験値ってところで差があるので、その勢いにちょっと任せるような形で、ここからね、勝っていきたいところですね。で、岩手00。スコアレスドロー。まあ両チームともチャンスはあるにはありましたが、得点は奪いきれず。岩手の方は、まあ、モレラとのシュートとかも惜しかったですし、途中から入ったブレンデルもね、結構なんか重戦車みたいなドリブルで、ちょっとワクワクするようなプレーとかも見られました。まあ、サヌキの方はですね、まあ、高木和正には惜しいシーンがあったりしましたが、まあ、0-0ということでね、まあ、両チームとも今季、そこまでね、調子上がってないなっていうのが、なんとなく、こうね、この試合だけ見ても分かるようなゲームだったかなと思います。まあ、チャンス構築ね、難しいですよね。で、秋田、鳥取4-0、秋田。もう、秋田の勝利に、他の J3 のサポーターは飽きたんじゃないでしょうか。はい、うまい。先制点、鈴木純也。はい。が、移籍後初ゴールだったかな。ああ、よかった。で、田中直樹も移籍後初ゴール。この立て続けにね、このね、なんか、ニューカマーがゴールを取るっていうね、素晴らしい、ブラウブリッツ。何、もう一段階、こう、上がっていく感じするよね。一回、連勝してた時期、で、引き分けとかあったけども。そっからこうもうワンステップね、J2 への道をこう駆け上ったなって感じがあります。まあ大きいのもこれカウンターだったな、確かな。あれ違ったっけ?カウンターだよね。あのカウンターもさ、もう何人も上がってくるわけですよ。取り返したらもうたまんねえよな、あんだけ上がってこられたら。で、林はね、セットプレイから点取るし。ね、秋田、最強ですね。もうなんか J2 に行ったらどういう戦い方すんのかなとかもうね、妄想しだしてもいい頃だと思いますね。ブラブリッツさん。まだ16節。気が早いかな。いやでもほんとそれぐらい飽きた。もう昇格かなりそんな雰囲気が出てます。対する鳥取は上位チームですし、ここで勝ってやっぱりね、差を埋めたかったんですけれども、まあぶっちゃけいいところはあんまりなかったかなと思います。まあ秋田に結構やりたい放題。やられちゃったなっていうところで、まあ課題、ほとんど課題が課題だったゲームだったかなと、課題しか残らないゲームだったかなと思います。で、藤枝熊本、2-1で熊本勝利。いやー、これも劇的な試合でござんしたね。先制点は熊本でしたね。あー、川原。こぼれ球をね、なんか、どこで打った?あれ、アウトサイドで打ったんかな?なんか、すごいシュートの形でしたけど、フォームでしたけれども。はい、まあ、先制しました。まあ、しかし、藤枝の方、吉平最近好調ですね。コンスタントに得点重ねております。で、追いついて、で、熊本は、あれ、追いついた前か後かどっちだっけか退場したのは。どっかに書いてないかな?高橋、あ、追いつく前だね。高橋にレッドカード出されまして、
で、こっからほんと藤枝の猛攻が始まりましたね。うん。いやー、結構ね、もうネット揺れてもいいんじゃないかなってぐらい本当に攻めてたんですけれども、熊本の最後の粘りがラストに繋がりましたね。そして浅川ですよ。いやー、あのシュート。まあその藤枝もちろんね、もうこの状況だから結構前がかりに行きますよ。そこの今日ついたね。ね、一人前線に残ってて、で、キーパーの立ち位置見て、ロングシュートですよ。浅川は本当に途中出場ながら結構得点も重ねていて、ね、素晴らしいです。で、熊本はこういう勝ち方ができるっていうのは本当に、またさ、秋田と一緒だけど、なんか昇格しそうなチームの勝ち方してんなっていうところですね。うん。まあ、藤枝は、その熊本の、なんかパワーに負けてしまいましたね。見えないパワーかもしれない。いやー、なんか風格が出てますね。で、沼津、福島。はい、福島勝ちました。2-0 です。うん。まあ、41分の田村のゴール、その前の落としも含めてゴールの形の流れ美しかったかなという思いますね。まあ、沼津の方もね、決して悪いゲームではなかったと思いますね。うん、福島相手に、いや、本当に、まあ、キーパーのね、ファンティーニもよく止めていたし、そこら辺が、宇佐美なんかもボールカットね、結構顔、顔出していてよかったかな。うん。そうね、沼津ね、決めきれるシーンはあった。たよな、カウンターも前半の方だったかな、不幸運がカットしてってみたいな、今村スルーパス出してみたいな、そういうシーンとかもあったりして、まあ沼津の方は1点でも取ってたら分かんなかったけど、まあね、岡田が2点目取っちゃいましたから、福島はとどめのゴールでしたね、あれはね、うん、まあ素晴らしかったと思います。はい、福島もなかなかこう結果出せない中でね、はい、まあこっから勝ち点を着実に積み重ねていけるでしょうか。ああ、今回はね、イスマイラがねいなかったんですけど、イスマイラってどうしたんですか俺ちょっと知らないんで教えてください。で、相模原今治 1-1 のドローでございます。はい、まあ相模原の方はちょっとね、あ、違う、まあいいや、それはいいや、後に置いといて、今治の方は、まあ、先制点相模でしたね。うん、相模のそのシュートに食らいつく、ゴールに食らいつく姿勢っていうのがね、生まれたゴールかなと。なんつって、なんか今言葉がおかしかった。その、ね、ゴールへの執念みたいなのが、はい、繋がったかなと思います。シュートを打てども打てどもね、こぼれ球に反応する。そんな感じで。で、まあね、ちょっとね、接触がありましたね。何分だったっけ？忘れたけども。ちょっと頭と頭がごっつんこしちゃいまして。ね、そこで、まあね、まあ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 退場があったりして相模原に流れが行きました。斉藤ね、いやー、あの落としも絶妙だったし有名だったかな。でそこからヘディング飛び込んで、でまあ追いついて、でそこからの相模原が本当に攻撃迫力ありました。まあ相手が一人少ないっていうのもあるんですけれども、まあね、でも決めたかったなー。三島のシュートも惜しいのあったしねー。ね、流れ的に相模原が逆転しそうな感じだったんですけども、まあ今治がじゃあ逆によく耐えたなっていうところか。そうだな。まあ終了もよくセーブしました。うん。そこを褒めた方がよろしいか。あ。まあ相模原はね、まあ藤本純子がやっぱ入ってきてセットプレーに怖さが出てきてるんですが、まあ今節はドローという形でした。はい。で、ガンバ八戸2-3で八戸勝利。はい、これも結構な点が動いたゲームでした。先制点早かったですね、神奈川。ああ、まあ、ポジショニングがね、良かった、良かったから生まれたゴールですね。本人はシュート打ったって感じはないでしょうけど、いや、ポジショニングが良かったですね。ただし、まあ、13分にすぐ追いつくんですね、黒川。うん。これも、ね、注目の白井、サイドをえぐってね、逆サイドに出して、それがゴールにつながりました。で、47分は中村太一。うん。まあ、そうですね。個人名を挙げたらあんま良くないけど、ディフェンダーの対応とかもいろいろありつつね、八戸がまあ点を取りました。はい、素晴らしい。で、まあ76分はオンゴールという形でガンバが右サイドへぐってって、まあ得点しました。まあオンゴールですけども、自分たちの攻めの形っていうのがね、現れていたんで、まあ良かったかなと思います。で、84分ね、勝ち越しゴール秋吉。はい。まあ、秋吉さんが、ゴールを結構重ねておりますので、この選手今何ゴールだ？ 4 ゴールぐらい取ってんのかな？ 1
1、2、3、4ゴールか。うん。そうですね。なんか、この年になって、こう、自分の持ち味を出せている感じがして、いいですね。こういう快活好きですね。まあ、八戸、ガンバの方も、まあ、レベルの高いパス回しは見られましたけれども、その決め切るところとかね、シュートポジショニングとかがやっぱ八戸の方が良かったですね。うん。はい。で、次は、どこだ？岐阜長野 2-0 で長野勝利ということで、まあ、そうですね。最近岐阜の試合見てると、まあ、俺の中で橋本がね、いい位置取ってクロスとか上げてるな、精度もいいなって思ってるんですけれども、チャンスは生まれるけど、そっから得点がなかなか、そうですね、思うようにこの試合取れなかったかな。そんな中で、まあ、東が78分取って、うん。まあ、もう試合の展開握って、そして、まあ、ほんと、とどめのようにか、とどめ佐野がね、点取って。長野としては、まあ、結構苦しい時間帯もありましたけれども、最後にね、自分たちでちゃんと流れを作って、2点差で岐阜に勝ちました。長野は、そうですね、昇格圏内、今まあ狙える位置には来てると思います。ただ上位2チームが強すぎて、直接対決でぶっ叩きのめしたいところですね。うん。まあ、岐阜。だんだん昇格が厳しくなってきました。はい。で、鹿児島 YS と、鹿児島。まあ、17分に先制したのは良かったです。かやぬま。良かったんですけれどもね。まあ、ニードはね、いいと思いますね。やっぱね、俺は、ニードいい。まあ、フォゲッチもね、最近から、こう、試合に絡み出して、この外国人がいい感じですね。うん。けどね、まあね、64分はな、誰だったっけ？ 20 番。タバディエゴか、あれ。タバディエゴらしいね。タバディエゴのパスからね、音泉だったっけ？で、88分にはミヤオと。まあね、PK だったか。っていうところで、まあ逆転いたしました、YS が。はい、シュート数自体は鹿児島の方が多かったし、攻める、ね、機会も、攻撃チャンス、コーチ君もね、鹿児島の方ができているようには、俺には見えたんですけれども、鹿児島連勝の流れ、なかなか、続けることができず、ちょっとこれもまたね、昇格が厳しくなってきました。順位表見てみましょう。勝ち点差今9か、鹿児島から見て、熊本は。まあ、まだわからんな。ただ、熊本がそう崩れる気もしないからな。はい。ちょっと昇格2チームがこれなんか固まってきたような感じもね、ありますね。ちょっと、そう、何試合か前はちょっとね、両チームとも調子落としてたんで、まだ分からんかなと思ったけど、ここに来てまた連勝して出しましたね。うん。まあ、まだ分からんか。うん。そうね。かまたまあれが最下位か。まだ1勝か。厳しいもんだな。そうですね。はい。得点ランキング。今節は上位にいる選手たちは点取ってないかな。吉浦がね、ここ最近で一気に伸ばしてきましたね。まあ、浅川もそうですね。ってな感じで。まだ2桁いってのは多いしのみですね。はい。っていうことで、まあ、J3 の方は、まあ、ガンバが、ちょっと調子悪いなっていうのと、まあ、福島はその悪い流れ止めたなってとこですね、今節で。ね、ガンバなんだろうね、接戦で負けたりもしてるから、なんか、なんとも言えないところだよね。個人個人で見たらすごいいい出来になってると思うんですけど。あ、で、長野が調子上げてますね、こうやって見るとね。3連勝。3連勝です。はーい。まあ、ガイナーレは痛かった。うん。いやー、なんか、ブラウブリッツ熊本別に昇格で全然俺はいいんだけどさ、もうちょっと接戦を見させてくれよ。デッドヒート。ね。以上です。